今回ご縁をいただいた語り手はウィーン在住のフルート奏者斉藤志乃さんです。フルーティストの斉藤志乃です。で、今年もちょっと演奏会がありまして、今一時帰国しているところです。志乃さんの人生を変えたきっかけというのを教えていただけますか？はい、そうですね、私海外に全く興味がなくって、昔から語学がすごく苦手で。あ、そうなんですか。だからできるだけ外に出たくなかったんです。それで大学4年の時か大学院1年生ぐらいの時にミュンヘン国際音楽コンクールっていうのがありまして、大学の飲み会でフルートの先輩からなんかお前はそのコンクールを受けろって急に言われてで私はそのコンクールの存在も知らずにその課題曲を練習して、無事テープ審査を通過しまして、でその日本のコンクールに8月に吹いたんです。みんな本当に現代曲が素晴らしかったって褒めてくださったんですよ。国際コンクールで同じ曲吹いたんです。そしたら国際コンクールで審査員全員につまらなかったって言われたんですよ。全然評価が分かれましたね。そうなんです。それで留学しなきゃダメだなって思いました。その今ベルリンフィルにエマニュエル・パユっていう有名なフルート奏者がいるんですけれども、私はもうちょっと上手になったらパユになれるなーなんて思ってるぐらい自信満々だったんですね。だから今言うと恥ずかしいですけど、若い頃のそういうなんて言うんですかね、周りが見えてないエネルギーっていうのは、なんか尊いものだなと今になっても思います。でも海外にこう興味を持ったところでこの先生にどうしてもつきたいっていうのがその時はなかったので、だからフランスに行こうかドイツに行こうかっていうのをいろいろ考えていて、私がお世話になっている楽器屋さんがいまして、その人が志乃さんがこれから勉強するならカール・ハインツ・シュッツに着いたらいいと思うよって。またそこで出会いがあったんですね。そう言ってくださって、で私は実はすごい有名な方なんですけど、その先生は、聞いたことがなかったんです、演奏を。でその時たまたま日本に来日する予定があったので、初めてが生だったんですね。そしたらもう本当に素晴らしくて、もうこれは比喩とかではなく演奏を聴いてる時によだれが出てしまったんです、本当に聞き惚れてしまって、でその瞬間に、あ、私はこの人のところに行こうって決めました。でそれがウィーンでした。でこんなに素晴らしい先生についていったのに、私はこのまま一人で練習してもこれ以上は良くなれないんだなって気づいたんです。そういう外部からの刺激を受けないともうこれ以上は良くならないなってことに気づいて、でその後室内楽科に入り直しました。今から振り返ると過去の志乃さんっていうのはどんな風に見えるんでしょうか？割と人は人でどうでもいいって言っちゃ悪いけど、まあ、人は人、自分は自分って考えることが昔からすごく多くて、でもやっぱ人との付き合い方ってすごく演奏に出てると思うんです、みんな。でそんな話をこの間、友達としてたんですけど、その自分の私の昔の演奏はすごく、曲との距離がすごく広かったですって。なんかものすごく他人だと思って演奏してる節があったよって、でもやっぱりその時は、友達っていう人が一人もいなかったと思うんですよ、今振り返ると。みんなとは仲良くはしていましたけど、だからそんなところが決定的に違うんじゃないかなって気がします。室内楽を選ばれたっていう時にもうその時点で変わってらっしゃいましたよね、ああそうですね、確かに。この体験から、志乃さんはどういう教訓を得られたって思ってらっしゃいます？自分の生き方に、生き方というか考え方に、そのまま通じると思うんですけど、自分の信じたものを大事にして進んでいってほしいなって思います。最後の最後に自分を信じるってすごい大事なことだと思うんですよね、私これでいいのかなって思っている人に、なんか勇気づけの言葉になったんじゃないかなって私は思いますけど、そうだといいです。
実はですね、はい、あの今回しのさんをご紹介いただいたせいなさんから、うん、はい、メッセージをお預かりしてるんです。おお、何でしょう。代読させていただきますね。はい、はい、しのさんへ。初めてしのさんとお会いしたのがいつだったかはっきり覚えてはいないけど、初めてしのさんを見た時になんて綺麗な人なんだろうって思ったことははっきり覚えてます。前のゼメスターで初めてちゃんと一緒に室内学をさせていただいて、音楽的にも人間的にもどんどん惹かれていきました。3月だったかな、しのさんの単独のコンサートを聞きに行ったんですが、それはしのさんがグラーツで専門的に学んでいる現代音楽のコンサートで、私にとっては人生でほとんど初めてちゃんと現代音楽に触れた瞬間でした。それまで上手だな、いい音だな、楽しいなって思ってたけど、その日私は恋に落ちました。笑い。一瞬たりとも目が離せないような圧倒的な気迫、ステージの部分だけ知らない世界が広がっていて、その時間だけ知らない世界へワープしたみたいだった。その知らない世界にしのさんの気高く美しい意志を感じて、ただただ圧倒されたの。そんなしのさんと一緒に弾かせてもらえるこの環境にいられて、ご縁をいただけて本当に本当に幸せ。なんかラブレターみたいになっちゃって、ちょっと気色悪いこと言っちゃってるかもだけど、かっこ笑い。しのさん、いつも本当にありがとう。次のゼメスターでまた室内学できるのが本当に楽しみです。大きな大きな尊敬と愛を込めて、せいなより。いやー、せいなちゃん可愛いですね。せいなちゃんとはウィーンでも仲良くさせていただいて、その室内学科は、何かこう決まったグループがあるわけじゃなくて、その都度誰かに声をかけて一緒にやってもらってるんですよ。上手な人と一緒にやりたくて、はい、あとは自分がこう演奏を聴いて気に入った人とか、ええ、でせいなちゃんはやっぱりそのすごく私とは正反対で、あの子すごく背が小さいんですよ。でも可愛い感じなんですけど、そのやっぱ弾くとね、男前ですごいパワフルな演奏するので、やっぱそれが私はすごく気に入って、はい、一緒にやってほしいなと思って声かけて一緒にやっていただいてるんですけど。恋をしちゃったっていうのが私も分かるような気がしてきました。そうですか。私は今完全帰国を考えてまして、それが4月になりそうなんですね。私本当に現代曲が大好きでですね。これからもその活動を続けていきたいなって今考えているところで、そのグループ活動が何かできたらいいなと思って。ただまだそれが、多分始動し始めるのが2022年とかになるんですけど、どこかでもし私の名前を見つけたらぜひ興味を持っていただきたいなと思います。今後のご活躍を期待しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日の語り手はウィーン在住のフルート奏者斉藤しのさんでした。ご案内は心理カウンセラーの湯沢恵美子でした。